今度の曲でライドのカップをダウンスビートの4つ打ちがありますが、どのように叩けばいいですか。ライドのカップの4つ打ち、まあ言ったらカップをこう4つで打つっていうことになると思うんですけど、割とね斜めから狙うようにしてみてもらうといいですね。こので狙うところはあのスティックの、このショルダーの部分かな、この横のチップのところで叩くとあんまりなんかいい音がちゃんとなってくれないので、このスティックのショルダー部分、まあ、ちょっとこの徐々に太くなっていってるこの辺りで、斜めにこう狙うといいですね。で真上から狙うとスティックがこう横に逃げてしまうので、このカップのこの山なりに沿ってこう狙うみたいな感じでいけると、でなんかあのカップを狙う時にセッティングをね結構意識しておいてもらった方がいいと思うんですね。なのであのこっちのクラッシュとか、このカップ狙った時にここに当たってスティック落としちゃうとかっていうのは結構あるあるなので、なのであのちょっとこの何でしょう、カップ狙う用の、まあ、セッティングみたいなのも、まあ、普段から意識しておいてもらった方がいいと思いますね。